シヤ畑菜園アドバイザーの馬場です。今日は2月に絶対やるべき春夏野菜に向けた作業のポイントについてご紹介をしていきます。2月の初旬というのは寒さもピークで、野菜にとっても冬越しの最後の難関ではないでしょうか。2月の冬越しが終わればいよいよ春野菜の成長の開始となり、さらにその後は夏野菜の栽培準備となっていきます。この2月をいかに乗り越えるかが重要で、作業のポイントがいくつかありますのでご紹介していきたいと思います。最後にコメントにもお答えしていきます。それでは行ってみましょう。それではまず野菜の状況からチェックしていきましょう。2月中は野菜の成長はほとんどありませんが、唯一成長したものを収穫できるのがこちらの茎ブロッコリーではないでしょうか。他に春菊やレタスなども収穫はできますが、特にぐんぐんと伸びるのはこちらの茎ブロッコリーです。このように花が咲くものも出てきていますが、こちらは収穫が遅れてしまったという状況です。茎ブロッコリーは次々と取ることで他から分け芽が出て長く収穫できますので、やってみてください。2月中にやるべき作業から少しずれますが、ヒヨドリなどの食害を対策することはやってみてください。2月は鳥の餌も少なくなり、雪が降ると食べるものがなくなりますので、ヒヨドリなどによる食害が増えます。注意しましょう。こちらはキャベツです。キャベツもそろそろ3月に入る前に収穫を終えていただくといいでしょう。キャベツやレタス、大根など3月になると棒立ちしやすくなります。2月中には収穫を終えてください。ということで、秋から育ててきた冬野菜ですが、いよいよ収穫撤去の時期となってきました。2月中には取り終えて、3月からは春野菜、夏野菜に切り替えていくといいと思います。それでは2月中にやりたい作業をご紹介していきます。作業のポイントとしては、現在の冬野菜にやるべきこと、これから植える野菜の準備、3月以降に植える野菜の準備、それぞれありますのでご紹介していきます。それでは1つ目の2月中にやるべき作業です。野菜の撤去作業です。そろそろ先ほどもご紹介したように栽培してきた野菜の撤去をしていきましょう。キャベツや白菜などは地域にもよりますが、2月の下旬までには収穫を終えた方がいいと思います。玄関期に種まきをした大根や葉物野菜などは3月ぐらいには収穫できるものもありますが、9月から10月ぐらいに栽培をスタートしたものはそろそろ取っていきましょう。2月中旬から3月に入る時期に気温が徐々に上昇してくると棒立ちしやすくなってしまいますので、注意してみてください。こちらは残沙を防草シートの上で乾かしています。寒い冬は乾燥も進みやすく、このように放置していれば徐々にカラカラの状態になります。夏よりも雨が少ないので腐敗はしづらく、匂いなどもあまり出ませんので、ぜひこの時期残沙を乾かして、これをまた畑に戻すなどして活用してみてはいかがでしょうか。2つ目の作業です。春に植える野菜の準備作業をしていきましょう。一番のメインどころで言いますと、やはりジャガイモではないでしょうか。2月の中旬から3月の初旬ぐらいまでに植えていきますので、土作りを行い、植え付け作業の準備をしていきましょう。まずやるべきこととして、ジャガイモなどの種芋を購入する。それ以外にもニラやアスパラなどそろそろ手に入る時期となります。また春に植えるような野菜の種も準備をしてみてください。何をどのスペースに植えるかを計画したら、種芋や種などを準備していきましょう。続いては土作りをしてみてください。3月に植えるのであれば、まだまだ余裕がありますから、2月にじっくりかけて、土作りをしていきましょう。じゃがいもを2月中旬から下旬に植える方は、そろそろ畝作りが必要です。全面施肥にするか大き施肥にするかでも変わりますが、それらの準備を始めていきましょう。このように少し石灰をまくなど根本的な対策をする場合、2月の早い段階から対策が必要です。また腐葉土をまいたり残沙をすき込みたい方も、なるべく早い時期に着手をしておきましょう。先ほどの残沙のように乾燥が進んでいれば、そこまでガスは出ませんが、まだ未熟な残沙や腐葉土を入れると発酵のガスが発生します。ガスが発生してしまうと植えた野菜の根を傷めます。直前に入れるのはリスクがありますので、土作りは早めの着手が必要です。ということで、春植えの野菜であれば、もうすでに準備の時期だということを意識してスタートしてみてください。3つ目です。
夏野菜の育苗です。ホームセンターに並ぶ苗を購入して準備する方は問題ありませんが、少し珍しい品種や例えば固定種の品種を育てたい、地域特産の野菜を育ててみたい、そのような目的意識がある方はぜひ2月の初旬から野菜の苗作り育苗を始めてみてください。夏野菜の場合、関東では4月上旬ぐらいから植え付けを始めます。だいたい5月のゴールデンウィーク近辺までに夏野菜の植え付けは完了しますが、逆算していくと2ヶ月前の2月の初旬ぐらいから苗作りの準備が必要になっていきます。ご自宅で管理する必要がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。なかなか苗作りも難しい作業ですが、ぜひ初めての方も種から育てるという愛着が出ると思いますので、トライしてみてください。4つ目です。害虫対策です。この時期にはほとんど害虫見かけませんが、実はこの時期に害虫の撃退を進めておくと春以降には非常に恩恵があります。2点ほどぜひやっていただきたいんですが、まずはコガネムシやヨトウムシなどの土の中で越冬するサナギや幼虫の撃退です。最初の作業で野菜の撤去作業をご紹介しましたが、マルチを外した畝の中にコガネムシやヨトウムシ、またそのサナギが潜んでいることがあります。これを捕殺しておかないと春に非常に被害が広がる恐れがあります。特にコガネムシは野菜の苗の根っこを食害しますので、初期生育に非常にダメージがあります。根の主軸にあたる部分を食べられるといつまで待っても大きくはなりませんので、植え替えが必要になってしまいます。せっかく準備をして早めに植えたのに植え直しになってしまうと出遅れてしまいますので、この時期に土の中に潜むコガネムシ、ヨトウムシの捕殺除去をしっかりやっておきましょう。そしてもう一つ厄介なのが、そら豆やイチゴの成長点にいるアブラムシです。この葉の内側に、びっしりといます。よく見ればこれだけいるということを覚えておいてください。これの対策は緊急性が高く、2月の後半にはこれらが大増殖しますので、ハケで丁寧に除去したり、その後も油石鹸水などを塗布しておくことがいいと思います。最後の作業です。自然農薬作りを始めていきましょう。自然農薬とは化学資材を使わずに作った害虫の忌避剤のことです。ご自分の趣味でやる家庭菜園で言えば、この自然農薬をうまく活用して害虫の忌避撃退をしていきましょう。自然農薬というのは 100%殺傷したりとかそういう効果があるわけではありませんが、趣味でおやりになる野菜作りではいろいろ試す方法があり、オリジナルでできますので、ぜひ試してみてください。特に漬け込みをする自然農薬、2月中に作っておけば冬の時期なので、少し時間がかかりますが、4月くらいには使い始めることができると思います。唐辛子、焼酎、お酢などを漬け込んだものは、成分が熟成するのに少し時間がかかるので、早めの準備作業を始めてください。ということで、2月というのは冬越しをしながら春に向けた準備の大切な時期です。3月に入りますと一気にやることは増えてきますので、今の時期にどんどんと準備作業を進めていきましょう。それではコメントにご返信していきます。こちらの寒おこし作業にコメントいただきました。寒おこしをしてじゃがいも、人参、さつまいもに挑戦をしますというコメントをいただきました。ぜひやってみてください。じゃがいもですと、これから寒おこしをすると植え付け時期ちょっと遅いかもしれません。人参やさつまいもなどこれから植えるものにやる場合は2月初旬ですと少し長めに考える必要がありますが、もしスペースが空いているようでしたらやってみることがいいと思います。動画を配信した頃に着手されている方はもう1ヶ月ぐらい経っていると思いますので、寒おこしも十分進んだでしょうから、そろそろ春野菜の準備進めてはいかがでしょうか。頑張ってみてください。今日は2月中にやるべき家庭菜園の作業をご紹介しました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。